ウィンドオーケストラは吹奏楽の形態の一つ。ウィンドオーケストラの名称はかなり曖昧に用いられる。100人以上で活動するウィンドオーケストラが存在する一方で、東京高成ウィンドオーケストラや大阪市音、ウィンドオーケストラのようなプロフェッショナルの吹奏楽団は多くがウィンドアンサンブルのスタイルで演奏している。アメリカンウィンドシンフォニーオーケストラのように、 管弦楽団の神田楽器セクションに対応した編成を指す場合もある。英語以外でも、ドイツ語のブラスオルケスターやフランス語のオーケストラ、ディ・アルモニー、オーケストラ・アベント、イタリア語のオーケストラ・ディフィティのように対応する表現が存在する。木管楽器を多く含む吹奏楽の編成は、従来のブラスバンド以上に緻密で多彩な音色を獲得するため、20世紀に入ってから、 編成されるようになった合奏形態である。現代見られるようなクラリネット主体の楽団が編成されたのは1942年にアメリカ合衆国のミシガン大学でウィリアム・レベリがウィンド・オーケストラを室内楽として活発化させるために始めた小さな木管楽器アンサンブルを講師としている。現代の吹奏楽演奏においてはクラリネットはオーケストラにおけるバイオリンに相当する。 役割を担っており、それゆえ、高音や速いパッセージが要求されることの多い楽器である。ありがとうございます。